パチンコ集団感染が多発し隠蔽化パチンコ日報によりますと、現在、パチンコ店において、都内だけでも新型コロナウイルスの集団感染が18件発生した可能性があることが明らかになりました。また、パチンコ店が保健所の調査に対し、店舗名の公表に同意せず、隠蔽している可能性があることも明らかになりました。現状 パチンコ店のトイレなどにおいて、感染が広がっている可能性が指摘されておりますが、不特定多数の客が出入りするパチンコ店において、集団感染が発生しているのであれば、速やかに店舗面を公表し、対策を講じる必要がございますので、 パチンコ店には、集団感染が発生した場合は、保健所の調査と対策に全面的に協力していただき、これ以上、集団感染が発生しないように、対策を講じていただくよう、お願いいたします。以上になります。ご静聴いただき、 ありがとうございました。